はい、どうも、えー、ロドルコレクションです。はい、では今回はですね、えーと、初心者が、えーと、とっつきにくい、えー、オプションカットを解説していきたいと思います。はい。で、えー、オプションの説明を始めると、えっ、ー、と、すごいね、難しいコミュニティな話になってくるんで、かなりね、初心者の方苦手な人多いんじゃないかなと思います。で、今回はもうね、実践的な知識のみ、ね、FX の取引をしていく上で、必要な知識のみを、えー、収録しました。はい、では早速いきます。で、オプションっていうのは、そもそも、えー、ニューヨークのオプションカットのことを言います。はい。なので、えっ、ー、と、ニューヨーク、 の、えー、時間ですねニューヨークタイムに、えー、注目しておかなければいけないものですね。はいでこれは、えー、投資の一種なんですね。なんで FX とか株式とか、まあ、仮想通貨とかねいろいろありますけど、まあ、その中にオプション取引っていう、えー、お金を増やす一、まあ、つの投資の手段としてあるということです。はいでまあえー、FX のオプション取引だったりね、ね株式のオプション取引だったりまあいろいろあります。はいで、えーまあ、例えばコールオプション。 ねこれ、買う権利のこと。ねあと、プットオプション、売る権利のこととか、まあ、こうやってね、いろいろあるんですけど、まあ、まずこういう説明し始めた時点で、もう難しいですよね。難しいです。はい。やめましょう。はい。で、今回は、えー、最初に言った通り、実践的な知識のみですね、取引していく上で、えー、知っておかなきゃいけないことだけを話します。で、オプションの仕組み自体を、えー、完璧に把握してない、理解していなくても、えー、FX の取引自体には影響はないです。ないです。はい。なんで、この動画で、えー、 これだけは知っておいてほしいということを話しますから、それだけはあの、とりあえずまずそれだけを把握しておいてください,、はい。はい。そしたら早速いきます。そしたら手順1としては、まずオプションカットの日程を確認しないといけませんで。日程はですね、FX のオーダーっていうのをチェックすれば分かりますで。FX のオーダーっていうのはこういうものです。はい。これはちょうどユーロドルの、えー、オーダーを、えー、貼り付けてます。はい。で、じゃあこれどうやったら見れるのって話なんですけど、これは、えっと、トレーダーズウェブっていうふ、えー、に Google で検索してもらえば、 トレーダーズウェブのサイトが出るので、でそのサイトに入って、えー、外国為替、ね、FX のことですね。外国為替っていうところをクリックします。はい、で外国為替をクリックしたら、えー、その後、えー、FX のオーダー、ね、FX オーダーっていうところがありますんで、そこをクリックすれば、えー、見れます。もう誰でも無料で見れます。はいでえー、今回、具体例として挙、えー、げていくのは、えー、2019年4月18日のユーロドルのオーダーを、えー、具体例として挙げていきます。 でそれがこのようになってるんですけれども、ま,あ、まず基本的な見方としては、えー、と例えば、えー、と一番上ですね、1.1500に、えー、と売りって書いてありますよね。まあ、これは要するに、えー、1.1500に、えー、差し値で売りがたくさん入ってますよってことですね。あ、売りがまあ普通に入ってますよってことです。はい、なので、1.1500には、えー、売り圧力が働くと、はいで。逆に下の方を見てみると、一番下は1.1100に、えー、買い集めって書いてありますよね。 はい、でこれは買いが多めに、えー、差し値で入ってますよってことです。なんで、このレートに、えー、レートがこの水準に達したら、えー、買い圧力が働くってことですね。はい。まあ、基本的な見方はそれです。で、えー、と一番真ん中を見てほしいんですけど、真ん中、えー、4月18日。ね。えっ、ー、と、皆さん、これ見てる皆さんは、えー、今日が4月18日だと思って聞いてください。ね。4月18日、えー、今日の日付が書いてあります。ね。で、えー、横に6時15分現在。で、このオーダーっていうのは、毎朝、 朝に更新されるので、朝の時点のレートが反映されています。で、左の緑の枠のところ、1.1299ドルって書いてありますね。これが6時15分現在のレートなわけですね。はい。で、ここを基準にして、上下にどういうふうに差し入の注文が入っているかっていうのが書いてあります。はい。で、見てほしいのが、ここですね。この赤線のところ、1.1325ドル、オプション、 えー、18日ニューヨークカットって書いてありますよね、はい。で、18日って要するに今日ですよ。今日ね。18日、今日の夜、えー、ニューヨークタイムで、えー、オプションカットがあるんだなっていうのをまず把握しておきます。はい、で、えー、どのレートにあるかって言ったら、えー、1.1325ドルだと。はい、そしたら、えー、これって現在の価格より上ですよね。ねえー、6時15分現在の、えー、レートは1.1299ドルなわけだから、現在のレートより上です。 現在のレートよりも上にオプションカットがある場合は、ここ重要です。売り圧力として働きます。ね。オプションカットは、えー、現在のレートより上にある場合は、売り圧力となります。はい。なので、しっかりね、チャートに引いておきましょう、これは。はい。もう今日あるわけだからね。そしたら、えー、赤丸で示したところですね。これ1.1325。このレートに、えー、オプションが控えているので、えーレジスタンス、レジスタンスとして機能する可能性が高いので、えー、引いておきます。はい。このような形ですね。はい。 そしたら次はですね、えー、現在レートよりも下のところを見ていきます。でそうすると、えー、この赤線引いたところですね、1.1250ドルに、えー、オプション23日ニューヨークカット大きめってあります、はい。大きめってことは、えーまあ、要するに、えー、圧力が高くなるってことです。はい、で、これ、えー、現在のレートよりも下にオプションカットがあるんで、この場合は開、えー、圧力になります。開、はい、圧力ね。はい、で、えーと、これ大きめって書いてありますよね。赤線引いたところね。 ニューヨークカット大きめって書いてあるので、この大きめっていうのは要するに、えー、この開発力が大きくなるよってことです。はい。で、この、えー、オプションっていうのは、えー、と23日ですよね。23日。で、今日18日ですよね。18日っていう想定ですよね。18日の時点で23日の、えー、オプションカットは気にしないです。気にしないですね。現在18日なんで、あの23日のオプションは気にしないですね。はい、すぐに反映されないですね。なので、あのこれはもう気にしなくていいです。 で、それよりも、えっ、ー、と、見ておきたいのが、ここの、えっ、ー、と、1個上ですね。この丸で囲ったところ。ここ割り込むとストップロス売りってありますよね。はい。この方が大事です。割り込むとストップロス売り。えー、1.1270から、えー、1.1280ドル。ここには、えー、断続的に買いが入っていると。ね。断続的に買いってことは、まあちょっとずつ、えー、買いの差し値が入ってますよと。まあまあ、まあ、買い圧力あるよと。で、えー、ここを割り込む。 とストップロスルーというのはどういうことを意味するかというと、えー、1.1270から1.1280ここを下にブレイクしたとき、えー、買いでエントリーしているトレーダーたちの損切りの売り注文が、えー、ありますよということです、はいで。実際にチャーツで示すと,、えー、と1.12800ドルで、えー、ラインを引いたんですけれどもここの下ですね。ここを下にブレイクするとこの青丸のところに、えー 買っ,た買っている、現在買っているトレーダーたちの、えー、損切り注文が、えー、あるから、そこをブレイクしてしまったら、ここのラインを下にブレイクしてしまったら、えー、損切りの売り注文に触れちゃうんですよね。なんで、えー、買いの損切りなんで、売りなんで、ね、売りの注文がドーンと、えー、躍上して、えー、一気にトレンドとして、えー、走っていってしまうと。はい、損切りを巻き込むというのは、えーと、トレンドが発生する一つの条件なので、なので、この青丸、この損切りが、 えー、集中しているエリアを下にブレイクしてしまったら、えー、それはもう下に行きますよね。加工トレンドになります。はい。なので、えー、これはどういうことを意味するかっていうと、えー、ロンガーたちの買い支えが起きるってことです。ロンガーっていうのは、えー、買っているトレーダーたちのことです。ね。で、買っているトレーダーたちからしたら、自分の注文が、せっかく買ってるのにねあの、この青丸のところを下にブレイクしてしまったら、損切りになっちゃうわけですから、嫌ですよね。 だから、切りさせないために、この青丸の水準のところには、えー、ロンガの解除さえ、ね、すなわち、開圧力が働くということですね。改圧力が働くということです、はい。そしたらですね、えー、ここまでで、えー、一番最初に説明した、えー、上の赤丸ですね。上の赤線、えー、1.13250。ここは、えー、オプションが強、えー、あるので、えー、売り圧力が働くと。はい、で、下の、えー、赤丸、赤線。ここは1.128000で、 えー、ここの下に、えー、買っているトレーダーたちの損切り注文が、えー、集中しているので、ここを割ってしまうと、えー、一気に下に走ると。ということは、えー、買っているトレーダーたちがここで買い支えてくる可能性が、えー、あると。なので、えー、ここはサポートとして機能しますよね。はい、なので、これでですね、えーと、今日のレジスタンスと、そしてサポートとして、えー、意識されるラインを引くことができました。はい、で、あとは手順には超簡単です。 あとはこれをもとにトレード計画を立てるだけです。はい。ね、手順1は、えー、オプションの日程をチェック。ね。で、手順2はトレード計画を立てると。それをもとに。はい。もう以上です。はい。まあ簡単ですよね。結構やってみたら簡単じゃなかったですかね、皆さん。結構オプションって聞くと、あの、なんかね、あの、まあ難しそうでってて、嫌悪感をね、あの、示す人もいると思うんですけど、まあ僕も最初そうでした。はい。まあただ超簡単で、まあ要するにオプションカットっていうのは、えっ、ー、と、逆張りの圧力ですよ。 はい、逆張りの圧力が働くってことを覚えておいてくださいね。で、逆張りの圧力が働くってことは、じゃあ、例えば、ポジションを持ってないんだとしたら、えー、そこ、えー、反発する可能性が高いんで、エントリーポイントとして使えますよね。はい、あとは、ポジションを持っている場合は、えー、理覚ポイントとして、あのー、使えますよね。だって、そこの、ね、オプションのレートに到達したら、えー、逆張りの圧力が働くわけですから、えー、一旦そこで理覚しておいた方がいいなっていう判断ができます。はい、で、えー、とこれ重要なんですけど、ここから。 えー、締め切り時間というものがオプションには存在します。はい、で締め切り時間はいつかというと,、えー、と、最初に説明した通りニューヨークの時間ですね。はい、でこれはもう決まってます。えー、日本時間で、えー、夏は、えー、夜の11時ですね。はい、で冬時間になると、えー、12時に、えー、締め切ります、はいで。要するにさっきの、えー、と逆張り圧力ですね,ね。オプションカットの逆張りの圧力っていうのは、えー、この時間まで働くんですよ。この時間まで。ね で、この時間が過ぎるとね、確定した後、オプションが確定した後っていうのは、もうこの逆張り圧力っていうのは消滅します。はい。もうオプションが決まっちゃったんで、あの、レートが決まっちゃったんで、あの関係なくなるんですよ。はい。なんで、夏時間だったら11時過ぎたら、この逆張りの圧力っていうのは消滅するんですよ。ね。冬時間だったら、12時を過ぎれば、この逆張りの圧力は消滅します。はい。なので、えー、考えとかなきゃいけないのは、例えば、例えば、 えー、オプションが確定するまでは、ずっと例えばレジスタンスとして機能してたものが、急に11時とか12時過ぎたら、あのー、ブレイクされたとか、これ、あのー、ありますね。オプションが確定したことによって、もうその、レジスタンスだったら、レジスタンスとしての力がもう弱まったと。そしたら一気にブレイクされちゃったみたいな。これよくありますね。はい。だ例えば、これで言ったら、えー、上の赤線ですね。ここ、えー、オプションが控えてますから、えー この18日、今日18日の、えーまあ、今は4月なんで、えー、とサマータイムが適用されてるんですけど、えー、夜の11時ですね。夜の11時まではここがレジスタンスとして働くんですよ。ただ、11時で確定した後はもう関係なくなるんですよね。ただからその後ブレイクする可能性はあるということです。はい。まあ、もちろんね、あのすごく強い流れで、11時にまだなってなくてもあのブレイクすることはありますよ。はい。相場に絶対はないんでね。はい。ただ、やっぱり FX の取引ね、 トレード計画を立てていく上で、このオプションの存在っていうのをあの知らないっていうのは、もう論外ですよね。やっぱりあの、そういう逆張りの力が働くっていうのを知らないと、やっぱりあの有意義なトレード計画っていうのは立てられないですから。はい。なので、えー、このオプションっていうのを踏まえた上で、トレード計画を立てるようにですね、えー、してください。ぜひ。はい。はい。そしたら今回は以上になります。で、ちなみにですね、えー、じゃなぜオプションカットには逆張りの圧力が働くのかって多分気になった人もいると思うんですよ。で、 それを説明し始めるとですね、この動画すごい長くなっちゃうんで、まあ、例えばね、マーケットメーカーがどうとか、銀行とかヘッジファンドとかがね、まあ、権利行使とか権利放棄は、みたいな、あの、もうお金をめぐるね、争いがね、もう本当に汚い争いがね、あのー、争いが行われてるんですよ。はい。でも、それ説明してると結構時間取られちゃうんで、これはね、あの別の動画で解説していきたいと思います。ひとまず、えー、オプション、今回は必ずその実践的な知識として、 えー、オプションには逆倍の圧力が働くよっていうことを必ず覚えておいてください。で、えー、FX のオーダーを、えー、毎朝必ずチェックして、で、えー、チャートにラインを引いておいてくださいね。そのようにしてから、えー、トレード計画を立てるように、えー、してください。はい。はい、そしたらですね、今回以上になります。えー、ではですね、このように、えー、と FX に必要な知識も、えー、動画としてじゃんじゃんアップしていきます。で、普段はですね、ユーロドルのチャート分析を毎日更新していますので、トレーナーの方はぜひチャンネル登録の方をよろしくお願いします。 あとはですね、ツイッターの方で、えー、最新のトレード情報、あとはチャート解説を、えー、配信していますので、えー、下の説明欄のリンクの方から、えー、フォローの方よろしくお願いします。えー、あとは最後にですね、この動画が、えー、役に立ったよと,という方は、グッドボタン、いいねボタンで、えー、応援してもらえると、えー、嬉しいです。はい、では今回は以上になります。